11月10日いよいよオープン。長崎初出店43店舗のアミプラザ長崎新館にワクワクが止まらない。長崎初出店フェスタリアボヤージュはファッションジュエリーからブライダルジュエリーまで幅広い年齢層に向けた商品を展開しています。今日はフェスタリアボヤージュラゾーナ川崎プラザ店にやってきました。もうどのジュエリーもキラキラで、見ているだけでうっとりしちゃいますね。貞松さん、一押しのジュエリーを教えてください。それは私どものナンバーワンウィシュアポンナスターダイヤモンドです。日本のカットとしては唯一アメリカで一番権威がある米国宝石学協会で正式な国際的なダイヤモンドカットとして認定された結構すごいダイヤモンドなんです。ダイヤの中に大小2つの星が浮かび上がるという不思議なカットになっております。小さい星は今のお客様、大きな星は未来の夢を叶えた、お客様、このダイヤモンドに願いを込めて頑張ってください、そういうメッセージがある素敵なダイヤモンドです。今回アミュプラザ長崎新館オープンを記念して五島列島とハサミ焼きをイメージしたジュエリーが限定で登場するんです。元々は私長崎出身なんで、五島列島の海の色と空の色、そしてハサミ焼きの複雑な唐草模様とか色合いとかを再現したくて、このお店限定で作りました。数量限定での販売となるんですが、素敵なお知らせがあるんですよね。そうなんですよ。これね、石を選ぶのがものすごく難しくてですね、出来上がりがギリギリになっちゃいまして、まだ名前が決まってないんですよね。で、さっきから名前どうしようと思ってたんですが、思いつきました。名前はお客様につけていただきたいということで、店頭で投票いただいて選ばれた方1名にこの商品をプレゼントさせていただこうと思います。ご応募はアミプラザ長崎の店頭よりご応募ください。今回アミプラザ長崎さんが大幅、拡張されるということで、ようやくこのフェスタリア業態がふるさとにお披露目できるということで喜んでおります。長崎の皆さん、ぜひお待ちしております。皆さんもお気に入りのジュエリーを見つけてみてください。